2000年の台風のデータ。この年から、世界気象機関熱帯低気圧プログラムの台風委員会への参加国が提案して採択された台風のアジア名が用いられるようになった。また、前年の黒倉川水難事故を受けて、熱帯低気圧や台風の弱い波の強さ、中型などの勢力表現を6月1日以降廃止している。最初の台風は5月に発生。 7月から9月の3ヶ月間で16個が発生し、7月の台風3号は関東地方から北海道の太平洋側に大雨を降らせて、家屋の浸水5600棟余りのほか、全国で強風被害も発生。また、9月の14号は東海地方を中心に豪雨をもたらした。12月30日9時に発生した台風23号は、 統計が残る1951年以降で、最も発生日時が遅く、さらに年越し台風となった。なお、8月にハワイの北西で発生した熱帯低気圧 16W は等身して、日付変更線を越えた後トロピカルストームの勢力になったため、中部太平洋ハリケーンセンターによって、ベナという名称が付けられている。5月3日に、 パラオ近海で形成が始まり、5日には熱帯低気圧に成長したため、合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 01W を与えた。6日にはフィリピンの監視エリアに達し、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名アシアンを命名。01W は7日くじに北緯13度2部。 統計131度6部で台風となり、アジア名ダムレーと命名された。当初、北西に進んでいた台風は8日に進路を北東へと変えて、日本列島南方の太平洋上を進み、9日には中心気圧930ヘクトパスカルまで成長したがその後は勢力を弱めて12日21時に北緯28度4部、統計149度5部で、 温帯低気圧となり、17日に消滅した。5月15日にフィリピン北西で形成が始まった、低圧部が17日頃から北東に進路を変えて、熱帯低気圧に成長。合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 02W を与えた。02W は19日9時に、北緯21度1部、東経125度5部で台風となり、 アジア名ロンワンと命名された。台風は20日15時に北緯28度2部、統計139度で温帯低気圧となったが、その後も北東に進み続けて24日に統計180度を超えて気象庁の監視から外れた。なお、フィリピン大気地球物理天文局によって、 フィリピン名、ビリンと命名されている。6月30日にフィリピンの東の海上で形成が始まり、7月2日には熱帯低気圧に成長。合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 05W を与えた。05W は7月3日15時に北緯16度2部。 統計131度8部で台風となり、アジアメイキロギーと命名された。台風は3日から5日にかけての48時間で、中心気圧が50ヘクトパスカル低下し、その後も強い勢力を維持したまま日本列島に接近。7日から8日にかけて、関東地方に最も近づき、北海道から関東地方までの広範囲に大雨などの被害をもたらした。 伊豆諸島の大島では24時間降水量412ミリ、期間の総雨量416ミリを観測している。台風は9日6時に北緯42度一部、東経145度7部で温帯低気圧となり、7月10日に消滅した。なお、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名、リタンと命名されている。7月2日に、 フィリピン北西で形成が始まった熱帯低気圧に合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 06W を与えた。06W は6日3時に北緯19度3部、統計120度で台風となりアジア名、開拓と命名された。なお、フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名電と命名されている。台風は6日には 精神したが、7日に停滞した後8日から北東に、震度を変えて、次第に速度を上げ、9日に台湾本島へ上陸。台湾本島を縦断した台風は東、シナ海を北上して、10日未明に、石膏小大修士付近に再上陸した後、11日3時に、北伊36度9分、統計122度9分の航海で、温帯低気圧となったが、 その後も北上した温帯低気圧は、両東半島の丹東市付近に再々上陸した後、進路を東へと変え、12日に消滅した。フィリピンのルソン島では、豪雨と地滑りによって160名が死亡、150名が行方不明となった。また、台湾では、上陸時の80ノット以上の強風によって3000個以上が停電し、1名が死亡。 中国気象局は、石膏省などで8200万ドルの経済的損失を被ったとしている。7月13日に太平洋上で形成が始まり、14日には熱帯低気圧に成長。合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 09W を与えた。09W は19日9時に、小笠原諸島、母島近海の北緯26度7分。 統計142度2部で台風となり、アジア名天秤と命名された。台風は北上して、日本列島に接近したが勢力は弱いままで、22日3時に熱帯低気圧になった後、23日に北海道の東の海上で消滅した。7月17日にフィリピン南東の海上で形成が始まった熱帯上乱が熱帯低気圧に成長。 合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 11W を与えた。11W は26日3時に、沖縄本島南西の北緯25度、東経126度キューブで台風となり、アジア名ボラベンと命名された。台風は、次第に速度を落とし、27日から29日にかけて、天目群島付近で、ほぼ停滞。 その後再び速度を上げて北進し、31日9時に朝鮮半島東岸の北緯35度9部、東経129度7部で温帯低気圧になった。日本海を北西に進んだ温帯低気圧は8月1日にロシア連邦の沿海地方近海を通過、2日にサハリン東岸に達して消滅した。なお、フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名、 不安人と命名されている。7月27日に発生した熱帯低気圧に合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 12W を与えた。12W は29日3時に太平洋上の北緯12度一部、統計176度五部で台風となり、アジア名チャンチーと命名された。台風は弱い勢力のまま北上し、30日3時に 北緯14度7部、統計177度1部で熱帯低気圧となって同日に消滅した。7月29日に形成が始まった、低圧部が成長、合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 13W を与えた。8月1日21時に北緯22度、統計151度2部で台風となり、アジア名。 ジェラワットと命名された。台風は3日までの48時間で、中心気圧が56ヘクトパスカル低下するなど、急成長しながら精神。4日には、小笠原諸島、7日には、南西諸島に接近した後、11日には、上海市付近に上陸、同日3時に、北緯29度3部、統計121度で、熱帯低気圧となり、 13日に消滅した。鹿児島県と沖縄県で大雨などによる被害が出ている。北マリアーナ諸島の西方で形成が始まった熱帯低気圧に合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 15W を与えた。15W は8月10日3時に北緯14度9部、東経139度5部で台風となってアジア名、イーウィニャと命名された。 台風は10日以降速度を上げて北進したが、日本列島上空を追っていた太平洋高気圧に阻まれ、12日から進路を東寄りに変えた。16日には速度を落とし、18日21時に東北地方の東の海上の北緯39度4部、東経149度5部で温帯低気圧になった。低気圧は迷走した後、21日に消滅した。 8月14日にグアムの南東海上で形成が始まった低圧部が成長。17日には熱帯低気圧になり、合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 18W を与えた。さらに成長した 18W は19日15時に北緯14度6部、東経135度6部で台風となり、アジア名、ピリスと命名された。 台風は19日からの48時間で中心気圧が72ヘクトパスカル低下して21日には中心気圧920ヘクトパスカルに達するなど急速に勢力を強めながら北西に進み22日に台湾本島へ上陸台湾を横断した台風は翌日に福建省に再上陸した後同日21時に北緯25度2部 統計116度5分で温帯低気圧となった。その後、低気圧は北東へと進路を変えて、航海に達し、27日に朝鮮半島北部で消滅した。この台風では、進路上にあったグアムや南西諸島などに豪雨をもたらした。特に、 台湾と中国本土の被害は甚大で、死者71名、被害額は6億6800万ドルに達している。8月19日にフィリピン西方の南シナ海で形成が始まり、合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 19W を与えた。十九 w は十一日十一時に、北緯十五度、統計百十一度で台風となり、アジア名。 ケーミーと命名された。台風は西に進んで、ベトナムに上陸したが、22日21時には、北緯15度8部、東経107度1部で、熱帯低気圧になった。ベトナムでは、高潮などによって14名が死亡している。8月22日に、グアムの南東海上で形成が始まり、24日には、ヤップ島の北西で、熱帯低気圧に成長。 合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 20W を与えた。20W は27日3時に、北緯20度4部、統計131度5部で台風となり、アジア名、プラピルーンと命名された。また、同日に、フィリピンの監視エリアに達したことから、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名、ルシンと命名されている。 台風は29日に南西諸島に接近して、宮古島と石垣島の間を通過30日には東、シナ海で大型で強い台風になった。31日に最も勢力を強めた台風は朝鮮半島北部を横断して日本海に達し、9月1日21時に北緯42度2部、東経133度2部で温帯低気圧になった。 低気圧は、その後、東北北部を通過して、太平洋に進み、9月4日に、北海道の東の海上で消滅した。台風とそれに伴う豪雨は、台湾、中国、北朝鮮、韓国で大きな被害をもたらし、多くの死者を出した。日本国内でも宮崎県東臼杵郡三里町の中小屋で総雨量253ミリ、 新潟県柴田市の赤谷で24時間降水量213ミリなど各地で大雨となっている。香港の南の海上で形成が始まった低圧部が熱帯低気圧へと成長。合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 21W を与えた。21W は28日21時に南シナ海の北緯20度2部。 統計115度2部で台風となり、アジア名マリアと命名された。一旦南下した台風は30日から再び北上し、9月1日には関東昇進戦士付近に上陸。同日15時に北緯24度6部、統計114度4部で熱帯低気圧となった後も北上を続け、3日3時に消滅した。8月31日に、 太平洋上で熱帯上乱の形成が始まり、熱帯低気圧に成長。2日に合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 22W を与えた。22W は同日21時に台風となり、アジア名サオマイと命名された。当初、太平洋上をゆっくりと西に進んでいた台風は7日から進路を北西方向に変え、 8日から10日にかけて48時間で、中心気圧を55ヘクトパスカル低下させるなど、急速に成長。11日から13日にかけて、南西諸島に接近、通過し、16日には、朝鮮半島に上陸。同日15時に、北緯39度5部、東経129度5部で、温帯低気圧となった。その後は、沿海周方面に進み、 19日に消滅した。北マリアナ諸島や中国、韓国、北朝鮮で大雨や強風による被害があったほか、ロシアでも台風から変わった低気圧による被害があった。日本では14号、15号、17号が相次いで接近し、停滞した周雨前線が西日本の広範囲に大雨を降らせ、特に東海地方での被害は東海豪雨として、 激甚災害に指定された。なお、フィリピンの監視エリアに達したことから、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名誉さんが命名されている。9月4日に、フィリピンの東の海上で形成が始まり、5日には、熱帯低気圧に成長。合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 24W を与えた。また、 フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名人人が命名されている。当初は、東から北東方向に進んでいた 24W は7日3時に、北緯23度4部、東経136度2部で台風となり、アジア名、ボーファと命名された。台風は震度を西北西に変えて、南西諸島に接近。その後、台湾西部の海上を南西に進んで、 フィリピン北部のルソン島に達し、11日9時に北緯18度6部、東経122度一部で熱帯低気圧となった後同日に消滅した。台風とそれに影響された、週前線によって、九州と沖縄県を中心に大雨が降り、宮崎県東臼杵郡三里町の新門で24時間降水量325ミリ、 期間の総雨量769ミリに達した。なお、台風の発生時刻が16号より遅くなっているが、これは後に正式な記録を作成する時点で発生日時が変更されたためである。9月4日に南シナ海で形成が始まり、5日には熱帯低気圧に成長。合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 23W を与えた。 23W は6日9時に北緯17度9部、統計117度4部で台風となり、アジア名、ウーコンと命名された。南シナ海を精神した台風はベトナムに上陸10日21時に北緯17度9部、統計104度で熱帯低気圧となり、11日に消滅した。中国の海南省では住宅2700棟が倒壊し、 ベトナムのハティン省では住宅3000棟が倒壊、2名が死亡した。9月14日に北マリアナ諸島北西の海上で形成が始まった。同日のうちに熱帯低気圧にまで成長し、合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 25W を与えた。15日12時に北緯23度4部。 統計141度の太平洋上で台風となり、アジア名、ソナムーと命名された。当初、北東に進んでいたが15日頃から進路を北に変えるとともに次第に発達して日本列島に接近。台風は太平洋側の海上を速度を上げながら進み、 18日15時に、エトロフ島の南の海上の北緯44度7部、統計149度で、温帯低気圧となった。低気圧はその後も東北島に進み、20日に統計180度を超えて、観測対象から外れた。9月14日に、マーシャル諸島付近で発生した低圧部が次第に強まり、17日には、 熱帯低気圧に成長。合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 26W を与えた。26W は18日21時に、北緯16度、統計171度で台風となり、アジア名産産と命名された。台風は19日頃から次第に勢力を強め。 48時間で中心気圧が58ヘクトパスカル低下して925ヘクトパスカルに達した。北寄りに進んだ台風は25日3時北位42度8部、統計177度9部で温帯低気圧となり、同日夜に統計180度を超えて観測対象から外れた。10月20日に北マリアーナ諸島近海で形成が始まり、 合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 29W を与えた。29W は22日9時に、北緯21度、東経138度9部で台風となり、アジア名や儀と命名された。精神した台風は24日に、沖縄県に接近し、伊原間での24時間降水量152ミリなど、各地に大雨を降らせた。その後、 台風は、先島諸島付近に停滞しながら、次第に弱体化し、27日9時に、北緯25度8部、東経126度5部で、熱帯低気圧となり、28日に消滅した。なお、フィリピンの監視エリアに達したことから、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名パリンが命名されている。10月24日に、 パラオの近海で形成が始まり、25日に合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 30W を与えた。また、フィリピンの監視エリアに達したため、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名、レミンと命名された。次第に勢力を強めた 30W は26日15時に、北緯10度3部、東経131度4部で台風となり、 アジア名、シャンセンと命名された。台風は27日から28日にかけて、フィリピンのルソン島中部を横断。マニラ首都圏を直撃して、ケソン州やブラカン州、サンバレス州、パンガシナン州のほか、ルソン島南部のビコル地方にも、強風と大雨による被害をもたらした。ケソン州、タヤバスでは24時間雨量312.3ミリを、 観測している。この台風で40名が死亡、10万人が家を失い、被害額は2745万ドルに達した。29日に南シナ海に進んだ台風は進路を北寄りに変えながら再び発達。31日から11月1日にかけて台湾に接近し、洪水によって59名が死亡、被害額は5億ドルに達した。なお、 台湾に台風が接近していた10月31日には中西国際空港でシンガポール航空006便離陸失敗事故が発生しており当初は台風の影響によるものではないかと考えられたが後にパイロットミスと判明しているただしこのミスが台風による視界不良が原因ではないかとする意見もある台風は11月1日21時に東 シナ海の北緯28度6部、統計125度7部で温帯低気圧になり、2日に消滅した。10月28日にパラオの近海で形成が始まり、30日に合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 31W を与えた。また、フィリピンの監視エリアに達したため、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名、 シニエンと命名された。31W は11月1日9時に、北緯10度7部、東計129度1部で台風となり、アジア名、バビンカと命名された。台風は2日から3日にかけて、ルソン島中部を横断20号の襲来から復旧する間がなかったこともあって、洪水や土砂崩れなどで26名が死亡した。なお、26名は、 政府機関による公式な数字であり、一部の報道では40名以上が死亡したとも言われている。台風は南シナ海に出た後、3日から5日にかけて北上した、後、6日に震度を西に変えたが、7日くじに北緯20度4部、統計115度8部で熱帯低気圧になり、8日に消滅した。11月25日にパラオの近海で形成が始まり、 フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピンメイトエンと命名。28日に合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 33W を与えた。33W は28日21時に、北緯8度5部、東経131度2部で台風となり、アジアメルンビアと命名されたが、12月1日3時には、 フィリピン海の北位11度2部、東経125度6部で熱帯低気圧になった。熱帯低気圧はさらに精神して1日から2日にかけてフィリピン中部を横断、ビサや諸島やミンダナオ島に豪雨を降らせたため各地で洪水や土砂崩れが発生。2日に消滅した。なお、アメリカ海軍天文台の解析では南シナ海で弱体化して以降も精神。 ベトナム南端の統計105度付近まで達したとしている。この熱帯低気圧による死者は最終的に48名、被害額は1億ドルとされている。12月28日にフィリピンの東の海上で形成が始まり、29日に合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 34W を与えた。同日、フィリピン大気地球物理天文局によって、 フィリピン名ウェルプリント命名。34W は30日9時に北緯10度4部、統計127度8部で台風となり、アジア名、ソーリックと命名された。30日以降、台風は進路を北寄りから北東方向へと変えて、フィリピンから離れたが、1月2日から3日にかけての24時間で、中心気圧が35ヘクトパスカル低下して955。 ヘクトパスカルに達するなど、急速に勢力を強めた。しかし4日になると勢力は弱まって、5日3時に北緯18度、統計137度6部で熱帯低気圧となり、5日に消滅した。順番はアジア名、ダムレイを1とする。また、フィリピン名は熱帯低気圧がフィリピンの監視エリアに入ったとき、 フィリピン大気地球物理天文局が命名するもの、フィリピン名のみ、あるいは名称や番号が付けられない熱帯低気圧も存在する。ありがとうございます。